ジュニーニョこと、カルロスアルベルト・カルバリョ・ドス・アンジョス・ジュニオルジュニーニョこと、カルロス・アルベルト・カルバリョ・ドス・アンジョス・ジュニオルは、ブラジル出身の元プロサッカー選手。ポジションは、フォワード、攻撃的 MF。ブラジルバイア州サルバドール生まれ。彼の父と12歳年上の長兄もプロサッカー、経験者であり、特に長兄のゼ・カルロスは、ブラジル代表にも選出された。 幼い頃より、EC バイーアの下部組織で育ち、ジュニーウォール所属だった1995年に、トップチーム監督のオタシリオに抜擢されて、プロとしてのキャリアをスタートさせる。攻撃的 MF として、試合に出場するようになった2年目の1996年には、U-20 ブラジル代表に招集された。2000年にパルメーラスへと移籍。 FC バルセロナから獲得を打診されたが、チームもジュニーニョも不調に陥った2002年は、バルセロナへの移籍話も立ち消え、パルメーラスはその歴史上初めて全国選手権に異部降格が決まった。2003年は、日本の J に川崎フロンターレに期限付き移籍。川崎は、この前年に CR フラメンゴのサンドロヒロシの獲得に動いていたが、 視察した試合で対戦相手にいたジュニーノにオファーの対象を変えた。初年度の2003年は28得点を挙げ、J2 得点ランク2位。2004年には川崎へ完全移籍し37得点を挙げ、J2 得点王に輝き、川崎フロンターレは J1 賞を獲した。シーズンオフにはスペインのレアルベティスからのオファーもあったが残留した。 2007年には31試合で22得点を挙げ、J1 では初となる得点王に輝いた。J1J2 双方での得点王獲得はエメルソン以来2人目。2008年3月、日本の生活環境の良さや子どもたちへの教育を挙げ、日本へ帰化の意思があると報じられ、本人もこれを認めたが、日本語での会話が流暢でないことやブラジル代表で、 新善試合に4試合出場していたことが理由となり、日本への帰化を断念した。2011年限りで、川崎との契約を満了。2012年、鹿島アントラーズに移籍した。2013年シーズンをもって、契約満了となり、対談が決定した。2014年末、J リーグ厚労選手賞を受賞。その他の国際公式戦。ありがとうございます。